さん、こんにちは。本日は内藤証券投資調査部、アリーが中国株についてお話しさせていただきます。それではまず市場の動きから見ていきたいと思います。本土市場では足元、上海総合指数で3000から3100ポイントの間でほぼ推移しており、方向感のない展開が続いています。昨日も GDP など経済統計が発表され、注目されていた24年第一四半期の実質 GDP 成長率が前年同期比 5.3% 増と市場予想を上回ったものの、工業生産や小売売上高が予想に届かなかったことで、国内景気の先行きに対する不安感が広がり、前の日に比べ50ポイント以上の下落となりましたが、3000ポイントを割り込みませんでした。先週末には中国国務院が資本市場振興の基本政策を示したリスクコントロールの強化と資本市場の質の高い発展の促進に関する意見を公表するなど、株価を重視する姿勢を見せており、売り込みにくかったようです。もっとも足元には買い上げる材料も乏しく、上値の重たい状況が続いています。なお、昨日の終値で上海総合指数は3000とびとび 7.068 ポイント前の月に前月末に比べ34ポイント安、同 1.1% 安でした。では次に、ハンセン指数のチャートをご覧ください。ハンセン指数も3月中旬以降、1万6000ポイント台後半で全体的に小動きです。ただ、米国株が直近軟調なことから、今週に入り大きく下落しています。また、昨日は、本土景気の先行きに対する不透明感が売り材料として意識され、3月上旬頃までの水準まで下げました。これによって、下値支持線として意識されつつあった75日移動平均線を約1ヶ月ぶりに割り込んでいます。結局、ハンセン指数は昨日 16,248.97 ポイント、前月末に比べ292ポイント安、同 1.8% 安で取引を終えました。次に、今月に入り大きく動いた銘柄を見たいと思います。まず、上海 A 株50指数構成銘柄では、大手家電メーカーハイアール地価が 11% 高となったほか、自動車メーカー大手長城汽車が 10% 上昇しました。耐久財に対する買い替え促進策など、景気刺激策への期待感が買い材料となっているようです。このほか、中国石油天然気ペトロチャイナも足元の中東情勢の悪化を背景に、原油価格が高水準を維持していることで2桁の上昇となっています。またエネルギー価格の上昇から石炭関連の銘柄も買われています。逆に、不動産大手ホーリー発展が 12% 下落しています。国内の不動産販売の回復の兆しが見えないことに加え、中国国有銀行が大手不動産会社の法的整理を申請するなど、不動産業界を取り巻く環境が一段と悪化しているためです。また個人消費の回復が遅れていることから、旅行サービス大手の中面集団が 11% 安となったほか、医薬品開発受託サービス大手ウーシーアプテックが 11% 下落しています。一方、ハンセン指数採用銘柄では、石油大手ペトロチャイナが 13% 高、大手アルミメーカーチャイナ本茶が 12% 高、金採掘大手の資金工業が 11% 高となるなど、足元の商品市況の上昇からエネルギーや素材の関連銘柄が大きく買われています。逆に、医薬品等のネット通販を手掛けるアリババヘルスが 18% 安、大手不動産会社リューコ集団が 17% 安となったほか、ハンセン指数構成82銘柄のうち14銘柄が2桁の下落でした。不動産市況の長期化に加え、個人消費の伸び悩みが悪材料となっているようです。次に、セクター別の動きをご覧ください。主要セクターでは素材が足元大きく上昇しています。
3月以降、金や銅の価格が急騰しているほか、4月に入り、アルミの国際価格も上昇しており、関連銘柄の株価上昇につながっています。また、個別銘柄でも見たように、ペトロチャイナが堅調に推移しており、エネルギー関連もしっかりした動きでした。一方、ヘルスケアや不動産建設のセクターが軟調です。ヘルスケアセクターは、米国における対中政策強化の動きに加え、足元の業績が期待通りに増えていないことが嫌気されているようです。次に、総合取引制度におけるポンド市場の売買状況をご覧ください。1月後半から3月前半にかけて買い越し傾向にあった香港経由の売買は、直近売り買いがほぼ拮抗している状態です。欧米を中心とした海外投資家による大規模な中国株売りは収まっているものの、買い戻し一巡後の新たな買いは起きていないようです。欧米政府による中国企業規制強化の流れから、海外機関投資家の矛先が現状、中国株には向いていないと言えるでしょう。次に、香港市場における本土市場経由の売買状況をご覧ください。こちらは足元、連日の買い越しです。2月中旬の春節以降で売り越しとなったのは、3月25日の63億香港ドルだけであり、この間に約1600億香港ドル、日本円で約3兆円の買い越しています。現状、香港市場の株価下支え要因の一つとなっています。また、本土規制当局の目もあり、本土市場が香港を含めた中国株を今後大幅に売ってくることは考えにくく、この傾向が当面続くでしょう。次に、為替の動きをご覧ください。人民元の動きを対米ドルと対日本円で見たいと思います。足元、対米ドルでは緩やかながらも人民元安が進んでいます。今年に入り、1月中旬以降、1米ドルあたり 7.2 元近辺で、金融当局は為替操作を行っていたようですが、直近少し人民元安に振っています。現状 7.24 元近辺で落ち着かせたいような動きです。一方、対日本円では、直近の円安を背景に人民元高が進んでいます。2000年以降で最高値の水準にあり、対米ドルとは反対の動きです。そのため、中国金融当局が今後、対米ドルで一段の人民元安を容認してくる可能性が高いと考えています。次に、昨日発表された経済統計の中から、不動産関連の統計を見ておきたいと思います。主要70都市の新築住宅価格の推移をご覧ください。主要70都市における新築住宅価格の前月比の単純平均は、3月マイナス 0.34 と、10ヶ月連続のマイナスでした。昨年12月のマイナス 0.45 をボトムに縮小傾向にありますが、不動産価格は依然として下落を続けていると言えるでしょう。都市の数でも前月を上回るのは11都市にとどまり、57都市が前月の価格を下回っています。次に、新築住宅と中古住宅の価格の動きをご覧ください。こちらも主要70都市における新築住宅と中古住宅の前月比の単純平均をグラフにしています。これまで中国では住宅の転売によって新築住宅需要の拡大を促してきましたが、現状、中古住宅の価格が下がっており、新築住宅の販売が伸びない要因の一つとなっています。それゆえ、中古住宅の価格が上昇に転じない限り、国内の不動産不況は収まらないと見ています。政府の大胆な不動産対策などによって、価格が反転する可能性もありますが、不動産不況を脱するには、株式市場が思っている以上に時間がかかるでしょう。
今日は中国株の動向について解説しました。それではこれで失礼します。ありがとうございました。